飛ぶぞ。どうも、ずんどうです。みたらしです。たまにはね、意表をつく攻撃をしようかなと思って、ね、攻撃力がダウンしました。はい、今回は僕のネタではないです。みたらしさんのネタです。どうぞ。僕身長ちっちゃいんですよ。あー、身長だけじゃなく、だけじゃなく、髪は早く伸びる方です。ちっちゃいだけじゃなく、器も器も大きいというね、こう見えて。大きい？他は？大きいやつは？なんだ？大きいやつ？何？金玉も。なんだって？金玉も？大きいですよね。はい、というわけで声入りなんですけども、ね、なんか今全部フルカットですけれどもね、はい、マジか。なんだっけ、あ、そう、身長がねこう見えて小さいんですよ。うんうんうん。で、大きくしてあげたいよね。あー、無理ですね。いやいやいや、はいはい、と思うじゃないですか。いや、無理ですよ。はい、いってらっしゃい。と思うじゃないですか。はいはいはい。今までね、僕はちっちゃいんですけど、僕の周りにはね、相対的に大きい友達がたくさんいまして。相対的に大きい、はいはいはい、まあ、絶対的にも大きいんですけれども。そうだね。その友達にね聞くわけですよ。うん、てめえは何食ったんだと。あ、だいたい帰ってくるのが、まあ、肉を食って、はい、9時には寝てたと。ああ、バカですね。言うんですよ。はい。そう、大体バカなんですよ。なるほどね。でかい人たちなんてね。ね。僕も別にそんな言うて大きくないんでね。はい、そっち側ですよ。ね。今日ぐらい、こう、今、イラッとした身長の高い皆さんは我慢してあげてください。チビの日神だと思って。身長高いだけでもうなんか有利だもんね。ね。競馬でも出るんかと。身長低くて有利なの、それしか聞いたことない。いやいや、俺それ聞いたことないんだけど。あれ、逆にね、武豊はね、もうその身長の小ささだけでね、うん、日本を制したと言われて、うん、久しいですけれども、まあ、バスケでいうと田臥選手やったっけ、田淵選手やったっけ。田臥選手はまあ別に、はい、ただちっちゃくて頑張ってるだけなんですけどね。てか、まあ、あの人も確か小さくないんですよね。ああ、周りと比べるとちっちゃいのか。そうですね、相対的に小さいタイプ、パターンのやつ、ね、錦織もね、そんな大きくないけどね。あ、まあ、テニス選手の中ではね、うん、ちっちゃい方ですよね。ひがんでる方なんですけど、うん、そうですね。なんだっけ、何の話してたかと言いますと、あれでしょ、大坂なおみ選手の日本語が片言だよっていう件ですよね。そうそうそう、なんか年末に行われたパーティーでわけわからんセレブの服着てた大坂なおみ選手、はい、じゃなくてですね、はい、さあ、それだけど帰ってくるのか、だから子供がねできた暁には、うんうん、肉食っていっぱい寝かそうと、いや無理だって思ってた、遺伝だもん、わけなんですけれども、はい、と思うじゃないですか。思うじゃないですか。はい、でググったんですよ。あ、一応ね、ググっちゃったか。この全知全能の神グーグル先生に聞いてみ、問いただしたんですよ。ググっちゃったか。そうするとね、うん、一卵性ソーセージは、うんうん、あれだね、めっちゃ似てる方の双子は、うん、みんなやっぱり身長同じぐらいらしいです。はあ。で、まあ、そのね、そんなん同じ生活してるからやんって思うんですけど。あ、はいはいはい。でも大体その途中でね、うん、別個に暮らしだした人とかでも、うん、最終的には身長は似たり寄ったりになるらしくて、うんうん、こう伸びるスピードとかは違えどね、うん、っていう話を聞いたんで。だって遺伝だもん。いってらっしゃい。いってらっしゃい。まあ、結論は終わりです。結論は何でしょう。結論は、まあ、諦めてください。あ、遺伝です。遺伝ですよね。ありがとうございました。はい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。